お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、じゃーんと、まあ、ラバーディガーなんですけど、まあ、もっと、このなんか、形がちょっと、あれみたいな、珍しいなみたいな思われるかもしれないですけど、これもともとは、ここのラバの枠が、迫撃で、迫撃ディガーの、ここがまあ、ウッドだったり、まあ、ウッドザップだったりっていう、まあ、その迫撃を、ただラバにしただけっていうデッキです。はい。でも、だから自分でなんとなくで組んでたらたまたまこうなってみたいな感じで、まあ本当に迫撃型は1枚変わっただけなんですけど、けどこれがまさかの強くてですね、ということでまあやっていこうかな。はいはいはい。いやマジでなんか、まあ、正直ラバーが強いじゃなくてこの周りが強いだけなんですけど、結局強いんで、ああそういうのめんどくさいな。こうやりこぶれつってコウモリつけて、はいはい、相手はコカツかな、多分バルキリーギャングだし、はいはいはい。今の奇襲もこのニコスニコスで処理できるっていうのが強いですね。でこのプリンは飛ばしてあげて、であのアウトローは5打って、よいしょ、はい。でこのアウトローはギャングボーイかな、はい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 。でこのバレラ美味しいですね、美味しい。あま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 あ許容っすね、ここは我慢。でもこれの1回の攻防でこんだけダメを取ってるんで、まあ、あとはこういうもうラバデッキなんですけど、やりゴブだったりギャングだったりディガーで攻めるっていうね、もう正味ラバいらん みたいなとこあるんですけど、まあラバは飾りと気持ちあるだけで変わるんで、2周目ラバとかで後半は結構攻めたりもできるんで、そういうところでラバが活躍しますね。とりあえず今は回して、あ当たれ、オッケーオッケーオッケー。でこのバレルは後ろからギャング展開で防衛で、これはコウモリですね。コウモリ早く処理してほしい。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあこれぐらいは許容してですね、バレル飛んできたらその瞬間に後ろからギャング出してあげれば完封できるんで。でも前に飛ばされるとこれはうまいっすね、相手のバレルが今みたいに綺麗に処理されちゃいますね。よいしょ、またディガー削り、アウトロー出てくるかな、あバレキリか。はい、もうこうなったらあと500はワンチャンラバでいいかな、これやりゴブでいいや、でこれもコウモリでいいや。たらこの辺にプリンセス来るから、あこれ欲しい、このギャング欲しい、あ出てこない、アイスピ出てきた、そんなことある、ちょっと待って、これはもう賞味ラバで削れるんすよね。でもよし、なんでしっかり逆サイドも攻めたいところですね。なんでこのラバが1個落とした瞬間に2ラバの形作ってですね、でこのプリンセスがなかなか邪魔になるから OK で、はい、あー待って、なんか変な形になったけど結果いいみたいな。あこれは守れますね。さてはこれ守ってこのままフィニッシュで、はいはいはい。まあ言ったら高回転ラバみたいな感じですね。でいや本当に強いのかねよみたいな思われるかもなんですけど、さっきこのちょうどこのビッグスピンって方結構有名な方なんですけど、迫撃ディガーがめちゃくちゃ上手い人で、今はそんな上がってないですけど、マジなんだろうな、一時の迫撃環境の時にもうずっとグロ一桁とかめっちゃグロ上位にいた人で、最多6、7でめちゃくちゃ上手い人ですね。ニモのロイジャイにも勝てて、なんで全然ありかなっていうのがありますね。ってことであと2戦ですかね、言います。で初手ラバはさっきやっちゃったんですけど、やったらダメっすね、本当にさっきのはなしっす。なんで、まあ、ラバあってもなくても基本的にやりゴブでチクチクだったり、まあ、様子見からスタートですね。でここの言うのはしっかりギャングで受けてあげて、これはザップっていいな、ちょっとどうせすることもなくなりますしっていうので、ザップって相手は言うのとガコなんで多分
あれですね、ペッカですね。ペッカなんで、もうここは今ディガーも咲きましたし、相手のデッキが分かったので、ここでもうラバ展開ですね。相手のデッキによってやっぱ何を出すか変わるんですけど、今ラバ展開、何が面がないとやん、もう恥ずかしい。待って、やばいやばいやばい、このエリコムの位置がヌーブ、やばい、メガネと飛んだ、あー痛い痛い。うーん、でこのガゴはまあザップで処理して、じゃあれっすね、出だし良くないみたいなとこありますね。けどまあまあまあ、じゃあこっから、こっからですね、こっからアウトローをしっかり、アウトローでしっかりメガナイト受けて、ヤングもやりこむもあるから高回転で回せば絶対守れるので、よし、ここしっかり耐えたいですね。ラバ展開した後、ここや、はいはいはい、アウトローで受けて、でやりこむも出して、やりこむ頑張って、痛い。いや待って、でもこれはもう攻めてしまえばいいみたいなとこある。ディガー欲しいですね。ディガー飛ばせたら大きいけど、オッケー、間に合った。でザップ今打ったので、後ろからコウモリ追加で、でもこれとタイミングよくエリキ来るかな。あ、ウィザード一発殴ればオッケー、ファイブル処理できる。はい、オッケーオッケーオッケー、これで一個追いつきので、あと600なんで賞味落とされるかな。なんでまあ右も左も意識しつつですかね。あ、このヘリコブは事故、これは多分防衛しないと3から行かれちゃう系パティーンなんで、これさてはやばいパティーンですね。これもうファイボーファイボー飛んでいいや、オッケー。でコウモリで防衛して、やばい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 っすね。相手の有能とかのダメージ入れたくないですね。まあ、そうしますよね、そりゃ。で、ここで防衛だけじゃなく攻めてる。やばいやばい、攻めたこと、あーやばい、待って待って、やめて、待って。もう、待ってよ、これ勝てたよ。いやー。これは相手がうまかったっすね。マジで。マジで。本当に。今のは、もう、トロフィーとか関係なく、相手のあの、ブッパがめちゃくちゃうまかった。まあ、ただブッパしてただけなのかもしれないんですけど、あれは、あれっすね。もう、シャシャって前に2体目ラバして7コス使ったのが良くなかったっすね。あれは一回、丁寧に守ってれば絶対守れてたので、いやー、もったいない。もったいない。もったいない。初手ラバーダメ。で、ちょいとザップでカード回しですかね。はいはいはい。で防衛して、はいはいはい。ちょ、することないからディガーも飛ばして、はいはいはい、ゴーストね。ギャング。ゴースト、ギャング、ディガーと来たら、ん?いや、まだわかんないですね。ポイズン。あー、なんかアウトロインドラとかいるかな、もしかしたら。いや、まだわかんないっすね、相手が何のデッキか。なんでラバ展開したいんですけど、怖いですけど、もうしちゃう。んーで、インドラかな、違うな。このディガーは一回無視ですかね。ちょいとコウモリとかも先行させたくないんで、なんかよくわかんないデッキですね、相手。よいしょ。はいはいはい。あー、で、ゴーストいたね。いたね、ゴースト。あー、ザップ早い。いや、これは美味しい。はい。で、ザップで、ガゴ、あー。ガゴギャング、ガゴギャングエレキ。ゴースト、ディガ。面白いデッキ使いますね。これはでも勝てそうですね。次のディガーをしっかりギャングで守って。さあ、ここや。ああ、読みが違う。で、ポイズン打ったから、ブッパチャンスっすね。
よし、で相手ザップだったから、でゴーストだから先に槍ゴブ裂いて、これにゴースト使わせて、このアウトローでゴースト処理して、オッケー、でディガーファイボで処理して、オッケー、完璧で、ガゴ来たらザップ打って、オッケーオッケー、一気にダメアド追いついた、てか逆転した。あのエレキにディガー飛ばすと見せかけが完璧に決まりましたね。これアウトローで防衛、あと230なんでディガーで削りつつ、あと690守りたい。オッケー、落ちた落ちた落ちた、オッケー。で陸系がいないから急いで回して、でも防衛して、オッケー、よいしょ。いや危なかった、危なかったですけど、まあああいうちょっとした小技ですね。ディガー飛ばしてユニット処理すると見せかけて、その瞬間に5ブツみたいな感じのこともありました。ということで参戦やったと思うので本日はおしまいでございます。ということで以上になります。よければこちらのデッキ使いやすい、結構 3.5 ですし、平均コストラバーを出さなかったらもっともっと高回転なので、めちゃめちゃ使いやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録の方よろしくお願いしますよ。バイバイ。